株式会社ヤードワークス、代表取締役をしてます。天野圭と申します。本社山梨で、造園、庭とか植栽、とかを作ってるんで仕事をしてます。で、今は東京にも事務所があって、学芸大学駅近くと、あと日本橋の兜町に、モスというショップ兼展示場みたいなところを設けてます。で、今個人住宅の庭から、いろんな商業施設のランドスケープ、ホテルとかのランドスケープとかもやっております。よろしくお願いします。今回、植え込みをするにあたり、このパキラを、選びました。で、なんでこのパキラっていう植物を選んだかというと、結構その観葉植物でホームセンターとかいろんなところに行くと必ず置いてあるというものがこのパキラ。あと僕がいろいろこう観葉植物を使ってて、やっぱ安定的にこう強いというか、育ちやすいというと、やっぱこのパキラなのかなと思って、今回このパキラを選びました。直径10センチのプラントポットと 11.5 センチのプラントポットを、今回紹介したいと思います。パッと見た時に僕は陶器だと思って触れたら、まさかの樹脂でびっくりぐらいの質感で、このプランターのなんか面白いところってネットがいらないっていう、普通プランターって鉢の底に大きな穴が開いてて、そこに土が流れないようにこうネットを入れたりするんですけど、これはもうそれが不要になってます。これもし、あとこの特徴としては取れるんです。要は受け皿がもう排水用のポットとしてあるので、こうすればいい、すごい便利だなと思って、今回いろいろ植えたいと思います。植え込みをします。ただその前に、植え込むためにはどうしたらいいか、どういう、資材道具を用意すればいいかっていうのを簡単に説明します。まずグローブ、これは気になる方でいいです。僕は基本的に使わないです。サボテンとかあったりするときは使った方がいいかなとは思うんですが、グローブ、あと必要であればこのハサミですね。あとピンセット、ちょっとこれ使いすぎて片方どっか行っちゃったんですけど、ピンセット、割り箸、これも1本でも使うし2本でも使う時もあります。サボテンの時とかはこうやってハサミで箸のようにも使ったりすることもあるので、あと土入れですね。土入れと、プラスじょうろとか霧吹きとかがあるといいかなと思っています。で、これは市販されてる、今回観葉植物なんで観葉植物用の土で、この白いのが鉢底に入れる軽石です。基本この2つがあれば、鉢植えは全然できます。で、今回、僕だったらこうするなっていうのでよく使うのがこの赤玉土、この小粒っていうタイプですね。あとこの白いのがパーライト、これを入れることによってその保水力を高めたりとか、土と土の間に隙間を設けて排水力を良くしたりとかっていうためにこう使います。ただこの市販のもの、いろいろメーカーがあるんですけども、大体この辺がブレンドされていることが多いので、必要じゃない時もあります。こういうものをうまく使って、植え込みをしたいと思います。植え込みを始めます。ただごめんなさい、もう一点ね、植え込みするにあたり結構大事な部分なんですけど、どこに置きたいかなっていうのをちょっと想像してほしいです。で、それによってその植物も植え方をちょっと角度を変えたりとかも考えたりするので、そういうどこに置きたいかなっていうのを想像した上で、植え込みたいと思います。で、まず今回この
41.5 センチの鉢に植え込みます。で、ちょっと分かるかな、ここラインがこう入ってるんです。なので正面をどこにしたらいいかっていうのを考えて植え込みをします。植物には顔があるので、この線が入ったところを正面にするよりかは何もないところを正面にして植え込むといいと思います。でははじめにこの軽石を植え込みます。ちょうどそうですね、2センチぐらいかな、15ミリから20ミリぐらい入るといいのかなと思います。でその後にですね、観葉植物用の土ちょっと入れます。で通常だったら、もうこの土だけでいいんですけど、せっかくなんで、ちょっとこういうものを本当はブレンドしながらやるんですけど、ちょっと赤玉入れたりとかパーライトちょこっとこう入れるだけで全然違います。ちょっとこう混ぜてみましょう。で、このポットのサイズ、まあなんとなくこう高さを見ます。まあ、ちょうど収まるなっていうところで土を今入っている状態です。で、このパキラを植え込みます。ポットから取るときは優しく、もう今ちょっとこれ根がグラグラなんですけど、優しくしてこれをこのまま植え込みます。でこの時になるべく水平にこう見てください。植物には表情角度があるので、例えばこういう植え方ももちろんできるし、こういう植え方もできるし、ぐるっと回ったりすることもできるので、正面から見てどういうふうに見えると素敵だなっていうのを想像して、配置してください。でこの配置してからキープしたまま土を入れていきます。たくさん入れます。で入れた時に、まあ、僕はちょっと指でやっちゃいますけど、ちょっとこう詰めながら、これをしないと倒れちゃうんで、まあ、こういうところに例えばこういう割り箸をでこうつついたりすると隙間がどんどん埋まっていくので、土をこう隙間なく入れていきます。このままちょっと入れましょうか。今結構しっかり詰めたんで手を離しても倒れないようになってます。でこう細かくこうつつくことが結構大事で、グイグイやるっていうよりかは土と土の間の隙間を埋めていくような、その間に土が自然と入っていくような意識でつついていきます。で最後に、まあ、指でもいいんですけど、こういう園芸用のピンセットっていうのがあって、こうヘラになってるので、こういうふうにこう押さえてやったりすると、これ水あげた後また押さえますけどね、押さえるとギュッと閉まるので、もうちょっと土入ってもいいです。ちょっと沈んだんでもうちょっと土入れますっていうように、こう空気があればどんどんこう沈みますので、あんまりこうぎゅうぎゅうにやりすぎても良くないんですけど、ちょっと結構沈んだんでもうちょっと入れます。もうこんな感じですかね。で、正面から見て角度の方して、あ、いいじゃないかっていう感じですかね。こんな感じですかね。はい、
こういう感じで植え込みます。植物の向きを、ね、説明します。僕から見てる角度が今正面だと思っています。で、まあ、カメラそっちにあるのでちょっと回したいと思います。で、回しながらこういう見え方とか全然多分ね、見え方が全然違うと思うんですよ。で、僕は今これがあの部屋にこう置いたらいいなっていう思う角度にしてます。この横にこう広がるような感じね。もう人それぞれです。こういう風にすれば全然違う角度だし、でもこれはこれで綺麗だしっていうのをね、自分好みを考えながら植え込んでもらえると嬉しいです。一発目の水やりは土全体にもうたくさん水をあげてください。あの鉢全体にこう水が行き渡るように。そうするとですね、分かりますか、こういうふうに出てきますね。このぐらいたっぷりあげてください。なので、1回目はこういう別のところでしっかり水が行き渡るようにあげます。今度は2回目以降の水やりですね。今度この下の受け皿をそのまま使いたいと思います。で、こういうふうにたっぷり、まあ、あげると。で、これがしばらくするとちょっとあげてみましょうか。こういうふうに水出てます。ここがちょうど水の受け皿になりますので、まあ、しばらく待ちましょう。で、まあ、しばらく待ったってじゃあ仮定として、ここに水が溜まるので、この分を捨てましょう。で、こういうふうに設置してまたグッズような形ですね。だからすごく便利ですね、この鉢は。皆様もぜひやってみてください。